けど壊したら優勝だよって言われて、それではぶっ壊していきましょう。全力でいきます。どうもレジェンドの山下です。本日もよろしくお願いします。僕がこよなく愛すエボプロシリーズです。でもクレームが来るんですよ。チームがやりにくいと僕は考えました。一回ぶっ壊そうと思います。とにかくこのスチームをですね、どないかしようっていうのを考えまして、それを解決策を見つけて、一応これね、公認で許可も取ってます。はい、もういじってもいいよっていう、いじってもいいよけど壊したら優勝だよって言われてます。自己責任でよろしくです。それではぶっ壊していきましょう。はい、それではですね、やっていこうかなと思います。皆さん中身見るの好きでしょ。まあとりあえずは開けていこうかなと思います。はい、ガジアの場合 ここのネジ2つで外すことができます。ただ外さなくてもいいんですけどね、ちょっと構造を理解してもらえばいいかなって思うので、今回は外します。何度も言いますけど、戻せなくなったら優勝修理です。ちなみにそれを僕が修理してしまうとトラブルになるので、優勝で直しまってください。外すとこんな感じになってます。結構スカスカでしょ。今回このスチームのところですね、これを曲げていきます。見ての通り結構 R が多いので、強く曲げるとこの丸いのが潰れてしまって詰まるんですよ。ですのでやりすぎには注意していただけたらなと思います。これを理解したとてなんですけどね、では早速このスチームを曲げていこうかなと思います。はい、それでは曲げていこうかなと思います。これ曲げ方のポイントがありまして、全力でいくことです。ただやりすぎるとさっき言ったみたいに R 部分が詰まるので、まあできたら目視しながらがいいですけどね。ここを持ってもらって、ここの力点作用点みたいなの使ってもらって、本当に全力でいきます。曲がったでしょ。結構いきました、ね、結構いきます。結構いってもらって大丈夫です。これでスチームがやりやすくなるので、ぜひその違いを見ていただけたらと思います。それでは早速ラテをいっぱい入れていきましょう。はい、それでは入れていこうかなと思います。いや本当にね、これがめちゃくちゃやりやすくなるんですよ。ただ本当にやりすぎないように注意してくださいね。まずはエスプレッソからいきましょう。エスプレッソは今回の定期便コスタリカブレンドでございます。まあ、苦味と酸味のバランスが超いいです。ただ少しだけ酸味は出ますので、ラテにはめちゃくちゃおすすめなんですよ。まあ、うちはこういったリストレッドで入れていきます。色めちゃくちゃいいですね。はい、幸せ。それではスチームに行こうかなと思います。まあ、スチームの電源を入れて、このマシンの場合だいたい30秒後ぐらいですね。はい、でこんな感じにノズル入れていただければ、それからさ、この液体の周りを業務用並みに回る、この攪拌の時の効率がいいんですよね。で初め泡立てて、あとはひたすら攪拌をしていくみたいな形です。角度があるのでちょっとずつ蒸気が弱くなるんですけど、それでもやっぱこう助けてくれるので、最後まで回りきるのはいいですね。いや本当にこれはやりましょう。ただやりすぎるとずっと泡立てることになるので、まあ、絶妙な角度を探してもらうといいかなと思います。でもやりすぎは注意。そうですね。で最後まで回ってたでしょ。そしたらもうなんかぶつけたりとかしなくていいぐらい、もうほぼツルツルのものができます。行こう、行きます。本当にやりやすい。さあできました。さあお楽しみのタイムでございますね。コスタリカブレンドのラテです。いただきます。ああグッテイストですね。やっぱめちゃくちゃうまいです。よかったら飲んでみてください。ありがとうございます。いや本当ね、美味しい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 本当に美味しい。もともとのコーヒーが、ま、僕が作ってるのでそれは美味しいんですけど、フォームミルクのこのノズルを変えて液体をこうめっちゃ回せれるようになると、洗い泡をめちゃくちゃ細かくできるんですよ。で泡の部分めっちゃもっちりして美味しくなかったです。美味しかったです。そうで、それが綺麗に回らないとごわついて、そのごわつきが苦味とかになるんですよ。
で本当に味の改善にもなるので、ぜひね挑戦していただけたらなと思います。うまい。そしてぜひねこういった面白い動画を出しておりますので、チャンネル登録高評価の方よろしくお願いいたします。こう曲げてみてこれでいいのかわからない方はぜひね公式 LINE の方からご質問いただけたらなと思います。またこういったマシンでわからないこともね、公式の方からぜひねご質問いただけたらなと思います。そして最新の面白い情報はベルマークを押していただきましたらビビッと届きますので、ぜひよろしくお願いいたします。最近チャンネル登録をしていない人がいることはデータで分かっているので、ね、ぜひね押していただけたらなと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。という感じでまた次の動画でお会いしましょう。それではまた。株式会社ホームカフェでは卸の契約件数100件突破いたしました。ありがとうございます。ホームカフェのコーヒー豆についてですが、 LBO という名前として販売していただくこともできますし、オリジナルの自家焙煎コーヒーショップとして販売していただくことも可能です。ですので美味しいコーヒー豆をオリジナルの豆としてネット販売もできば店頭販売もできますので、販売チャンネルを増やして売り上げを作ることもできますので、どうぞよろしくお願いいたします。